野村同音盤の奇形プロローグ話し手の望月新吉は有名なジレッタントでレコードの収集家の一人として知られた男でした叔父の経営している会社の平社員で望みさえすれば 専務にも支配人にもなれる七光の背景を持っているのですが望月真吉にとっては下手な詩を作って好きなレコードを集めて外国の探偵小説を読んでまどろスパイプを磨いて出世もしない代わり首にもならない今の地位が例えようもなくのんきでそしてこの上もなく快適だったのです。今夜の話では こういった逸民的存在なる望月新吉にお鉢が回りましたもっとも彼自身は一カド働く人間のつもりで自分を雄ダの民とは夢にも思っておりません私は三、四年前非常に面白い事件を一つ解決いたしました少なくとも医学博士の北村万平先生にも弁護士の佐瀬渉氏にも 若い実業家の森川森之介君にも解決のできなかった1,000万円の大秘密そういうと案か映画か大衆小説の表題のようですがとにもかくにも昔の金の相場で1,000万の秘密とそれに絡んで人間2人の命にも関わる秘密を解決したのであります望月新吉は、 すこぶるいい心持ちそうでした。聞き手にとっても下手な自作の詩を朗読されるのと違ってこれは案外面白いかもしれません気団クラブの会員たちはいとも神妙に耳を傾けております、1. 5年ほど前に 有名な実業家で若くて美しい夫人を持っている国府金屋老人が死んだことは皆様もご記憶のことと存じます周快な老人がたとえ二度目であったにしても孫のような若い夫人を持つということはとかく世情の噂にあがるものですが分けてもこの鈴子夫人のように非常な美人で歌がうまいとなると 物好きな世間は安からぬゴシップを飛ばさずには起きませんそれがわずか25歳でカバのように醜悪な60歳の老人と結婚したのです昔から老人が若い妻をめとった例は決して少なくありませんがゲーテのように期待の大天才が年齢の隔たりを超えて若い少女の心を引きつけたのは別として多くの場合それは 不純な動機や事情で結びつけられるのが普通で、国武金や老人と鈴子夫人の間にも面白からぬ噂があり、出雲の神様の赤縄の代わりに、極めて現世的な黄金のロープで結びつけられたことは、容易に想像されることであります。鈴子夫人の死が、それからどんなに悩み多いものになったか、刺繍銀の鈴をご覧になればわかるのですが、 あの透き通るような精霊そのものと言ってよい鈴子夫人がカバ老人の孔子なき牢獄に閉じ込められてからは非一日と見る影もなくやつれ果てていったことは申すまでもありませんこれは実に由々しき大事で鈴子夫人を崇拝し尊敬している我々詩人仲間は何とかしてあの牢獄から期待の霊人を救い出そうとして 中世ののナイトのように公害悲憤しましした。しかし残念ながら我々の仲間は骨の髄から青白きインテリで1台に1,000万円の巨婦を築き上げた国分金也老人と対抗するほどの金も知恵も持っているはずはありませんそれに国分老人は若い自分は相当に優れた科学者だったそうで そのおびたらしい発明と特許権が後の富を作る原因にもなり年こそ取っておりますがなみなみならぬいい頭脳の所有者でもあったのですところで我々の仲間でも一番鈴子夫人に同情していたのは国部老人と登園にあたる少燥実業家で詞も作り金も作ると言われた祭人森川森之助という男でした これは鈴子夫人とは幼友達で少なくも本人だけは言い名付けくらいの心持ちでいたのでしょうが鈴子夫人が女子大を卒業して女流詩人として名を成し始めた頃不意に横合いから飛び出した国分老人が金に物を言わせて美しいぬくめどりのように鈴子夫人をさらっていってしまったのです少なくとも森川森之助はこう言っておりました にもかかわらず国府金也老人はふてぶてしい寛大さで森川森之助を家庭に近づけ相変わらず自分の秘書のように使っておりましたもし国府金也老人がもう23年も長生きをしたら殺し手が23人現れたかもわからずその殺し手になったのは森川森之助でなければ正直のところこの私であったかもしれないのです 美しく優しい鈴子夫人が日陰の花のようにしおれていくのを見るのは全く見ていられない残虐さでした美への大冒涜。私はよくこんなことを言ってわずかに流因を下げていたのですところでこの国部老人に対する憎悪が八方から恐ろしい勢いで激発され始めた頃正確に言えば今から5年前の春 金谷老人は古くいが折れたようにポクリと死んでしまったのです「あんな丈夫な老人が」と一応は疑いましたが主治医の北村万平博士が肝臓の特殊の病気と診断を下したのですからこれは少しの疑いようもありません葬儀万端意図も盛大に執り行われてさてこのあと 誰が一体鈴子未亡人の世話をするだろうということが問題になりました何しろまだ二十五の若盛りで美しくて詩が上手で一千万円の財産を持っているのですから誠におすなおすなの性教です二 ところで初七日の晩に親類親友一同顧問弁護士の佐瀬渡を交えて国部老人の遺言状を開くことになりました未亡人の美しい鈴子を中心に森川森之助は登園でもあり個人の特別関係もありその席に加わったことは申すまでもなく数ならぬ私も夫人の死の友として国部家の親しい一人として 特にその席に連なったのはありがたいことでした実際この事件に私が関係しなかったらどういうことになったか今になってみれば考えただけでも恐ろしいことですその時の鈴子夫人の喪服姿の気高い美しさを私は今でも忘れることができません水のように静かな表情が がぜんとして燃え上がる火のように激圧された変わり目は何に例えたらよろしいでしょういや私はこう自分の階層に汚れて話の順序をたがえて皆様を迷わせてはいけませんもう少し事務的に語りますからお退屈でもしばらく我慢を願いますさて国部金や老人の資産というものは ことごとくその発明の値打ちと事業経営の才能からの収穫で誠に堂々たるものでしたが額にすると実におびたらしいもので私どもや世間の人の推定から見るとおそらく3倍にも5倍にも上ったことでしょうこの巨万の富をどう処分するかこれは直接関係のない人でも一応は好奇心を燃やしたところですが 佐世弁護士の手で遺言状が披露されると、それは誠に当然で、一向不思議でも何でもないことでした。国部金や老人の財産は、倒産不動産を全てあげて、妻の鈴子に与えるというのです。このない金や老人としては、たった一年の縁でも最愛の若い妻に譲るのに何の不思議もありません。 ところがそれには重大な正し書きがあったのですただし妻鈴子は世の死後万一年独身たるべきこと一年以内に再婚せんとする場合は遺産の相続権を放棄せざるべからず誠にはっきりしております国部老人には繊細にも子がなく 兄弟も甥いめいもなかったので鈴子夫人が遺産の相続権を喪失すれば1000万の財産はことごとく養老院に寄付されることになっているのでしたそんな無法な遺言はない何であろうと鈴子さんは今後の生活を保障してもらう権利があるはずだ躍起となって抗議したのは鈴子夫人と一番親しくしている森川森之助でした 十目の見るところ国府老人が死ねば鈴子夫人は森川と再婚するだろうと友人たちも信じて疑わなかったのですその時私自分の考えを申し上げてよろしいのでしょうか静かに口を切ったのは当の鈴子夫人でした何なりと佐世弁護士は極めて事務的に答えます 私その遺産の相続を辞退したいと思いますがえ一千万円の遺産を夫人は平理のごとく捨てようというのです私には入りようのない財産でございますしそれに一年でも二年でも一生でも独身でおりますが財産のために縛られたくはございませんからこれは なんという爆発的な犯行の言葉でしょう鈴子夫人の顔は水のごとく静かですがその静かな表情のうちに火のごとく燃え盛る情熱と自尊心を感じさせたのです25歳の若くて美しい未亡人が1000万円の遺産を辞退したというだけでも十分気断として皆様にお話しする値打ちがあると思いますがこれはほんの事件の発端で 本当の気団はこれから始まるのであります奥様が遺産を辞退なされば国府さんが日頃心がけておられたようにこの財産は全部財団法人として養老院を建設することになりますが佐世渡もさすがに安からぬ顔を上げますそれは個人の口癖に申していたことでございます今の日本には 財産もなく働く健康もない老人を収容してその余生を楽しませる期間が何より必要だとお待ちください奥様いや鈴子さんそれはあんまり短期すぎます国分さんの遺言状には奥様に再婚してはいけないとは書いてありません一年だけたった一年だけ待ってくださればそれだけの富が全部あなたに手に入ってくるのです そう言い出したのは、鈴子の再婚の相手と思われる森川森之助でした。その通り、森川さんの言われる通りです。たった一年だけ辛抱していらっしゃれば、佐世弁護士でした。辛抱私には、そんなことが。鈴子はそれを、夫の無用な嫉妬と解釈したのでしょう。一千万円の遺産を餌にして、 一年間未亡人生活を強いられるのは鈴子にとってはたまらない屈辱だったのですそれは解釈の仕様ですよ鈴子さんこの遺産を辞退すると世間ではあなたを何と見るでしょう森川森之助は一生懸命でしたかえって再婚を急いでいるといった悪評を立てられはしませんか遺言上はあなたを拘束したと解釈せずに あなななたが自由意志でで年間再婚をなさらなけけれれば、それでいいわけではありませんか。森川森之助のこの考え方はいかにも実際からしい妥協的ではあるが無事なものでした鈴子夫人もそれ以上争う意志がなかったらしくそのまま承服したことは申すまでもありません3 一年たちました鈴子夫人の美しさは次第に回復しますが国分金や老人の変わった遺言のことがどこからともなく世情に漏れて老人に対する世評は誠にめちゃくちゃですカバのように醜くカバのように食い太った60歳の老人が25歳の世にも美しい女流詩人を金の力で配偶にし自分の死に水を取らせたのさえ 世の常識を蹂躙したけしからぬ仕業なのに自分の死後にまで干渉の手を伸ばして美しい鈴子夫人に1年間の固形を守らせるとは何たる醜い嫉妬ぞやというのです老人の嫉妬の醜さはあらゆるサロンに新聞に雑誌に格好のゴシップを提供しましたそれは アアラビアンナイトの悪魔の嫉妬に例えられオセローの嫉妬に比べられて笑いと軽蔑とそしてよき戒めとさえなったのです全ての若くて美しい夫人を持った老人たちまでそのためにしばらくは反省させられ寛大になりさえしましたその一方では鈴子未亡人と森川森之助はせかれた2つの水のように急速に接近し始めて 離れがたいいものになっていく様子でした森川森之助はほとんど毎日外国映画に出てくる恋人のように花束かなんかを持って何の遠慮もなく訪問しました時には豪勢な応接まで時には鈴子夫人の資質である時にはピアノを弾きある時は詩を昭和して若い恋人同士のように2人は1年という歳月の経つのを待ちました 鈴子夫人はともかく森川森之助は我々友人にもはっきり公言して1年たてば堂々と正面から鈴子夫人に結婚を申し込んであの1000万の富を社会のために一番有用に使いたいといったことを何の遠慮もなく話しているのでした森川森之助と鈴子夫人は誰の目にも申し分のない一対で 我々鈴子夫人のおびただしい崇拝者たちも2人の接近は戦望というよりは諦めの心持ちで眺めておりました鈴子夫人の優れた素質やその天才心映えは美しさを別にしても全く主玉的なもので千人に一人万人に一人いや千万人に一人もあるまいと思うほど恵まれた天文の持ち主ですがそれに対して森川森之助も また、いささかのひけ目を感じないばかりでなく、かえって立ち勝るかもしれないと思うほど立派な青年だったのです。森川森之助は、我々の仲間では師は一番下手でしたが、その代わり、麻雀と玉きは上手で、国武金や老人の秘書として、少装実業家としては非凡の才能を持っているばかりでなく、風采が立派で人好きで、まことに申し分のない男だったのです。 国分老人の一周忌が済んだら二人は間違いなく一緒になるでしょう甚だ腹の立つことですが私ども青白きインテリどもは諦めるほかはない運命でした1周年の命日には厳粛な法要が営まれてそのあとで佐世弁護士から関係者一同に申し上げたいことがあるからというのでかつて遺言状を披露した時の顔ぶれを 別室に揃えました。4鈴子夫人は、陰気臭い模服を脱いで、桜ん色の様相をしておりました。色の白い鈴子夫人には、この臭うばかりのサフラン色が、実によく似合うのです。森川森之助は、すっかり言い名付け気取りで、 明るく忠実に一座をしておりますでは皆様お揃いのようですから早速始めますよ佐世弁護士は「害一害」といった極めて効果的な調子で始めました国分金魚さんには一年前亡くなられた時に発表した遺言状のほかにもう一つの遺言があるのですそれは誠に予想外でした 一座の人々は顔を見合わせて固唾を飲んだのも無理のないことですそれは国府さんが健康を悪くされてからそっと私を呼んで死後すぐに発表する遺言状のほかに私にはもう一つの秘密の遺言状があるただしこれは私の死後万1年経ってから妻の鈴子そのほか桃園の人々や友人たち 特に若い持月新吉君なども立ち会いの上で発表してもらいたい。とこうおっしゃって私に一つの箱を手渡されました。この箱はご覧の通り大ぶりにできた手提げ金庫ですが中に何が入っているか私にもわかりません。それから鍵は当時国部さんの秘書のようにしておられた森川森之助さんがお預かりしてあるはずです。 佐世弁護士はそう言って少し頑丈にできた大型の手提げ行をテーブルの上に据えましたその鍵は多分これでしょう国分さんは私の兄の前で吹き込みレコード商会から持ってきた1枚のレコードをその中に入れて「この中には素晴らしい遺書が吹き込んであるから鍵は君が保管するように」と私に渡されたものです。 森之助は紙入れから小さいニッケルメッキの鍵を出して佐世弁護士に渡しましたどんな遺言が吹き込んであるか私には一向分かりませんが不思議なことにこの手提げ金庫を預かったから私の事務所は3度までも盗賊に入られたのです事務所には金目のものは一つも置きませんから盗賊は明らかにこの手提げ金庫を狙ったにそういないと思い その後は、る大銀行の保管室に預けて、今日まで事なきを得ました。そんな事情ですから、この金庫の中の吹き込みレコードからは、とんでもない事件が飛び出さないとも限りません。佐世弁護士は、そう言いながら、手提げ金庫の蓋をピンと開けました。中からは、予期した通り、放送や事務用に使用する吹き込みレコードが1枚。 丁寧に包んだののが現れてきたのです。それは会社などで事務用に使用する円筒形のワックスや軽金属のレコードではなく本式の10インチシャラック版にプレスしたものですが言うまでもなくラフで放送局の録音放送などには盛んにこれを用いております奥さんこの電池は使えますでしょうなうんどうぞ。 佐世弁護士は部屋の隅に置いてある合性な電気蓄音機の蓋を開け遺言の吹き込んである10インチレコードを静かにターンテーブルの上に置きましたさてでは鳴らしてみますこのレコードのレベルには亡くなった国分さんの署名がありますし私が実物を預かって秘書の森川さんが鍵を持っておられたのですからこのレコードの内容については もはや疑いのないことと思いますこれが1年前に亡くなった国分金屋さんの声なのですからどうぞそのつもりでお聞き願います佐世弁護士はそう言いながらいともものものしく針を下ろしましたとレコードは鳴り出しました声はまさしく少ししわがれたバリトンで 亡くなった国武金屋の吹き込んだものに相違ありませんが、文句は、なんと、白来のアホだら教を聞いているようで、何が何やら少しもわからないのです。時々日本語らしい言葉は出てきます。母音が多くて、言葉に微妙な陰影のないところは、まさに日本語に相違ありませんが、それが何を言っているのか、少しも意味がわからないのです。 一面のレコードはわずかに三分そこそこで終わりました鈴子夫人はじめ佐世弁護士も森川森之助も四五人の近親者たちも互いに顔を見合わせるばかりこれはどうしたことでしょう一句も一言もわかりませんが佐世弁護士が真っ先にさじを投げてしまいました外国語ではありませんか 私はそう申しましまた。日本語の発音や語脈に違いありませんが世界のどこかにこんな言葉がないとは限らないのですいいえ国分は英語とドイツ語のほかには外国語を存じませんでしたが鈴子夫人は言うのですこの録音された言葉は明らかに英語でもドイツ語でもありませんどうぞ、裏を。 親類の一人に言われると佐世弁護士は急に気がついたらしくそうそう裏をかけて聞くべきでしたターンテーブルのレコードは裏返しにされて新たに針は下ろされましたがちんぷんかんぷんは同じことで3分余りの超高説も結局何を言ったるのか少しも分かりませんただ時々耳について いつまでも忘れかねた言葉は「ウレラソロク」という言葉ともう一つ「奥ずす」という単語だけですがそれも何の意味やら私の知っている範囲のあらゆる国の言葉を考え合わせましたが結局は何のことやら少しも分かりませんこのレコードに吹き込んだ言葉の意味は何であろうと皆様にご披露を申し上げた上は 弁護士としての私の責任は済んだわけでございますこのレコードは相続者の鈴子夫人にご保管を願いたいと思いますがいかがでしょうご依存はございませんか佐世弁護士は完全に投げてしまいました多分国分金也老人が死に際に精神が錯乱してこんなわけのわからぬことをレコードに吹き込み それを物々しく残したに過ぎないと思い諦めた様子ですそれが一番本当でしょう誰にも意義のはずもありません幸い長い間レコードの収集をしておられる望月新吉さんにこの研究はお任せするといたしましょう佐世弁護士はとうとうこの厄介極まる謎の解釈をこの私 望月新吉に押し付けてしまったのですその後は甚だ愉快でない日が続きました森川森之助と鈴子夫人がいよいよ結婚することに決まって2人はいそいそとその支度を急いでおりますが我々岡焼党は一応言葉の上ではめでたがりながら 心のの中ででは、はななはだ面白くいい毎日を送ってて、たた。す。春が過ぎて初夏になりました来月早々いよいよ森川森之助は1,000万円の持参金付きの女流詩人でこの上もなく美しい鈴子夫人と結婚式を挙げるという通知を受け取った頃私はうつうつした心持ちであてもない旅を続けておりました。 2人の結婚式にも旅行中という口実で出席を見合わせようといった育児もない心持ちで熱海の海を眺めながら私は私の作詞ノートに意味もないいたずら書きをしていたのです筆はいつの間にやら国分老人の遺言を吹き込んだレコードに頻繁に出てきた言葉「奥ズす」というのをローマ字でつづっております「奥ズス。 私は妙なことに気がつきましたこの「オクズス」という言葉をローマ字で書いて逆に読んでいくと「スズ子」となるのです国分老人の最愛の妻夫人の名前になるではありませんか私は何かしら重大な発見をしたような気がしました念のためにもう一つレコードに頻頻に出てくる ウレラソロクという言葉をローマ字で書いて最後の母音を一つ削って読み下すとなんとそれはこの世で一番恐ろしい言葉「殺される」となるではありませんかこんなことが偶然であり得ようはずはありませんこれには何か思いもよらぬ重大な謎が潜んでいるでしょう 私はゾッと身震いを感じましたどうかしたらそれは死んだ国分老人の秘密であるかもしれずまたあの美しい鈴子夫人の身の上に関わることかもわからないのです私は宿屋の花にもそこそこにその場からすぐ東京へ帰りましたそして夜中ながら向島の金山荘かつての国分金屋老人の座敷で

あのレコードは通しましたあのレコード私の言葉は無作法でぶしつけでしたあの遺言のレコードです私にはそれが解けそうな気がするのです23日で構いません私に貸してくださいませんかそれならあるはずですが困ったことに23日前に森川さんが取り落として割ってしまいましたが えっ割ったレコードは役に立ちませんから取り捨てようかとは思いましたがそれでは先の夫にすまないと思いましてどこかに入れてあるはずです鈴子夫人は隣の部屋へ行ってしばらく探しておりましたがやがて例の大型の卓上金庫に入れたまま割れたレコードを持ってきましたこれは手に取って私も驚きました レコードはまさに真っ二つに割れているのです。ご存知の通り世の中には割れても欠けても使用できるものも少なくありませんが蓄音機のレコードばかりは一度割れたものはハンダ付けもノリ付けも聞かずサウンドボックスにもピックアップにもかからずまず絶対に使用の方法はないのですこのレコードにどんな重大なことが吹き込んであるかもしれないので とんだことになりました。私は無然として真っ二つに割れたレコードを継いでみるほかはありませんあれはどこの言葉でしょうお望月さんそれをこれから研究するはずだったのですではお持ちくださいますように割れたものはしようがありませんが鈴子夫人は安からぬ様子です 多分割れたレコードを持って一刻も早く私に帰ってもらいたかったのでしょう私はレコードを入れた卓上金庫を抱いて深夜の街を自分の家に帰りましたそして夜のふくるもいや夜のあくるも忘れてこの割れたレコードの復元とそのレコードされた言葉を解くことに熱中しました 割れたレコードはどうにもならないことはあまりにも明らかですがこれは娯楽的に聴く音楽のレコードなどと違って吹き込んだ言葉を判断するだけならば何とかならないものでもあるまいというのが私の結論でしたで翌日は早速町の飾り屋へ行ってレコードをはめ込む鉄板の枠を作らせましたその枠には浅い縁が取り付けられて 10インチのレコードはそのままピタリとはめ込まれるようになりセンターの穴さえ合わせておけば鉄の枠のまま蓄音機のターンテーブルの上に乗せられるのです私は静かにスタートをして針を落としてみました割れ目のところでカチカチとなりますがまずは大した差し障りなく針が滑って国分老人の訳のわからぬ遺言が始まります 相変わらず頻繁に出てくるのは「うられレソくと「奥ずす」という言葉です。念のために録音された言葉を全部仮名で書き取ってそれをローマ字に直して逆に読んでみるともとより意味は甚ははだ不明瞭ですが話されている言葉の重大さに私はすっかり驚いてしまいました。 6私はふと田中舘愛吉博士が明治20年頃米国から日本へ持ってきた最初の蓄音機の吹き込みレコード当時は鈴箔を置いた金属板でしたがそれを逆に回して日本語はローマ字で書くのが一番適切だと知ったという話を思い出しましたこれはロー博士ご自身の口から聞いたことですが 世界のどこにもレコードに吹き込んだ言葉を逆に回して立派に意味のある言葉に聞こえる国語はないがそこへ行くと日本語は大バカ OBAKA と吹き込んだレコードを逆に回すと赤棒 AKABO とはっきり聞こえるこれほど ローマ字で書いてぴたりと当てはまる構成を持った言葉があろうかと博士はおっしゃるのです私はそれを知っていたばかりに鈴子夫人を救うことができましたが差し当たりこのレコードは逆に回して吹き込んだものと分かっても現在の蓄音機ではレコードを逆に回す方法はありませんそこで私は知っている技術家に頼んで 大急ぎで逆に回る蓄音機を設計ししてもらいました。その製造に10日ばかり費やしたために出来上がったのは鈴子夫人と森川森之助の結婚式の前の晩でちょうどその晩は鈴子夫人のお別れ会に私ども友人たちが招待されている時でした向こう島の金山荘に集まったのはいつもの顔ぶれで佐世弁護士も 明日はお婿さんになるはずの森川森之助も来ておりましたミスからミセスになるのではありませんがともかく今宵かぎり国分未亡人の古い着物を脱ぎ捨てて明日は森川夫人になるのですからこの別れの会はなかなかに意味の深いものでした一当たりごちそうが済んで別室に退いてお茶が始まった時私は「さて皆様。 かような席上で持ち出すのは、花だぶしつけで愛すみませんが、明日は森川夫人になられる鈴子さんに、国部未亡人の最後の思い出として、金や老人の吹き込み残したレコードをお聞かせしようと思います。一座は思わず新となりました。このお別れの席とは言うものの、間違いもなく陥落の席上に、死んだ老人の声などを聞かせるのは、 不都合千万なもの好きと思った様子です。それは意義のあることだ。ぜひ受けたまりたい。あのレコードはどこの国語か知らないが、も月君くんの翻訳で聞くのも一段ではないか。そう言ってくれたのは、明日は花婿になる森川森之助でした。では、私は玄関に置いてきた手提げの蓄音機を取り寄せると、 テーブルの上に据えましことに古風な機械ですが逆に回転するように急に設計させたものでこれでも精一杯の細工です鉄の枠にはめたレコードをターンテーブルの上に置き昨のめいるほどハンドルを回してさて普通はレコードの縁に近く下ろす針を私は中のレーベルのところ巻き込みの太い線の外に下ろしました 昔45年前のフランスのパテーレコードには針が中から外へ回る蓄音機がありましたがそれは今日の蓄音機と同じ時計巻きで私の設計した蓄音機はそれとも反対に全く逆に回るのですレコードの回るにつれてポータブルの蓄音機からろうろうと吹き込んだ声が響き渡りました 私は国分金也だ。もはや余命も長いことはあるまい。私はある人にまもなく殺されるだろう。が命のあるうちに妻の鈴子や親切だった友人たち、わけでも私の顧問弁護士の佐世渡氏に、 これだけのことを言い残しておきたい。これはまさに国部金や老人の声です。言葉の意味も、薄来のアホだら教どころではなく、あまりにもよくわかります。レコードの言葉は続きました。私を殺そうとしているのは、思いもよらぬ人間だ。その人間は、 私の小切手を偽造して、この三年間に数十万円の横領を働いているが、私は相手の将来のことを考え、改修の余地を与えるために、あえてそれを摘発しなかった。それは今となっては、かえって取り返しのつかぬ災いになってしまった。その人間は、 私の同情を裏切って、自分の罪を永久に隠し追わせるために、私の毒殺を計画し、着々実行を進めていることが、今、肝臓に致命的な損害を受けてから初めて、発見されたのだ。それは、実に恐ろしい言葉でした。 鈴子夫人をはじめ一座は固唾を飲んで聞き入るばかりよそうそれは死に際の老人の幻想ではないかそんな言葉のために善良な人はどんな迷惑をするかわからない一座のうちにたった一人そう言ったものがあります一同の目はその人の顔に注がれましたそれは 森川森之助の真っ青な顔ですが今となってはもはや取り合うものもなくレコードは宿命的な速さで相変わらず語り続けますその悪人は今私の最愛の妻鈴子を迷わそうとしている鈴子は純潔で聡明な女だが惜しいことに。 まだ年が若すぎるために悪人の無道残虐な本心を見抜くことができずその悪人は私の遺産の一千万円を狙っているとも気がつかず悪人の若さと弁済とその未青年ぶりに惑わされて危うい淵の上を歩んでいる私は 鈴子を咎める意志はも想なく、死んだ後の財産など元よりどうなっても構わないが、その悪人にはすでに妻があり、鈴子を欺いて二重結婚をし、私から譲られた財産を横取りしようと企んでいることは目に見えるようだ。その証拠はどこにあるか 悪人の名は何というか。それは。そこで A 面は終わりになりました。恐ろしい沈黙に陥った人々のうちに。よそうもう、バカバカしいではないか。森川森之助だけが厳重に抗議しますが。いいえ、裏を聞きましょう。 亡くなった人の言葉は尊敬しなければなりません望月さんどうぞ青白く引き締まった額劇場と恐怖と絶望とにわなわなと震えている鈴子夫人は最後の勇気を震い起こして私に裏の B 面をかけるように望むのです鉄の枠から外したレコードは 今度は裏の方を表にして枠にはめられ、ターンテーブルの上に回り始めました。証拠は佐世弁護士に預けてある。原風をした大封筒にみんな入れてある。偽造小切手の始末、悪人の妻の隠れ家とその女。それから、 私の肝臓を致命的にするために悪人の手に入れた薬の処方箋とそれを打った薬屋の名北村博士の診断レコードはそろそろ春裂な論告に入りました私はこれだけのことを鈴子に教えたいと思ったが悪人の公言に惑わされた鈴子は この老人の言葉を容易に信じてはくれまい。そこで卑怯な条件を設けて、鈴子の再婚を一年延期させた。一年経ったならば、鈴子の聡明さで悪人の本性を見破れないはずはあるまいと思ったのだ。そうすれば、私の処置が、 老人の醜い嫉妬のためでなかったと分かってくれるだろう。私の死んだ後で、鈴子は誰と再婚しようと、それは勝手だ。鈴子の幸福のために、私は心からそれを望んでやまないが、小切手偽造犯人や二重結婚者で、 私を毒殺した相手とだけは一緒になってもらいたくない。一年経って鈴子がまだ悪人の本性が見破れなかったら、このレコードに吹き込んだ遺言状で悪人を告発し、鈴子を救う他はない。レコードを逆回しに吹き込んだのは、万一の場合にも、 悪人に悟られないためだ。吹き込みレコード会社の行為でそれは出来上がったが、どうせ悪人に知れずに済むまいと思って、レコードは佐世弁護士に。レコード箱の鍵は、わざと森川森之助に預けておく。レコードを逆に回すことは、レコード通の望月新吉くんが気がついてくれるだろう。 万が一気がつかなければ、このゲームは、私の負けだ。さて最後に、私を殺し、数十万円の小切手を偽造し、二重結婚を企んでいる期待の悪人の名を言おう。それは、森川。 森之助だレコードは終わりました。はっと息を呑んで辺りを見回すと、そこにいたはずの森川森之助は、どこへ行ったか影も形もありません。振り返ると、真っ青になった鈴子夫人の顔絶望と悲嘆に打ちのめされてよろよろとなったはずみに、必死と、 私の手にすがりついておりましたフィナーレ森川森之助は捕らえられて小切手偽造犯人として処刑されました国分老人殺しの疑いは十分にあったのですが証拠不十分でそれは不起訴になったことは皆様もご存じのことと思いますそして鈴子夫人は、 三年余りの西洋の後、今は心の傷も癒えて、今度こそは幸福な再婚をするはずです。その相手は、さあ、それは、皆様のお察しに任せましょう。話し手の持月新吉は、思わせぶりの言葉を残して、悠々と段を折りました。